かく寝た。歴代の日野菜マウントを語る。2012年、新春 NC700 納車直後の状態。スマホではない、携帯電話時代の取り付けマウントのカメラ、ネジを流用してましたね。風防越しの乱反射とマウントブレが相まってますな。2013年晩秋、ガムマウント導入。NC のサイドパイプとハンドルブレースに設置。その後、動画機に第一度に新調したため、昔四輪車載動画の時に使っていたスリック製パイプマウントも追加。ただ、車体両側のサイドパイプにマウントした機材、道路端にあるガードレールの高さとかむり、その先にあるものが乗車姿勢から見えるものと別物に映っているのを危惧して、高さ稼ぎでサイドミラー根元に新機にガチ付けで機材ごと作りました。その後、ミラー元のパイプと加え込み、マウントとその両運台付けることによるバタつきが気になり、ガムマウント化して現在に至ってます。リアからの俯瞰撮影用マウントは次の機会に。ご視聴ありがとうございました。